Hello YouTuber, I'm this, the Sims 4 Play 続きやっていきたいなと思います。今回はオカルト世帯ですね。前回なんですけれども、チートコマンドを使ったパワーリセットの仕方をやったと思うんですよね。でその時にパワーをですね、こうやってリセットされたまま取得してなかったので、今からちょっと取得していきたいなと思います。これとこれとこれ取って、こう取って、で、このね、月の子供っていうのね、これをやることによってちょっとね、大変だったので、今回は取りませんと。でですね、どうしようかな。これかな。なんだこれ。富士。これ別に。いや、これはいいかな。どれ取ろうかな。何がいいんだろうな。これ、命令でしょ？これは、あ、カイナードされた乾き、これも取らないといけなくて、社交の要求低下しなくなるのいいですよね。これにしよう。はい、このね、ここら辺を取って、パワーリポイントまだありますね。何がいいんだろうな。まあ、次欲しいってなったら、富士の喜びかな。いいですね。楽しさの要求が低下しなくなるってめちゃくちゃいいですね。ねえ。とりあえず、パワーポイント上げていかないとですね。で、食べ物的なの。あ、ニンニク触っちゃったんだ。食べ物的なの。あ、なんかすごい。なんか完成した。上手じゃないのよって。こんなとこに置くの。ここら辺に置いとこうかな。うん、で、ですね。窓は置いて、サリちゃんを連れて、ちょっと、スキルをですね、取得しに出かけに行きたいなと思います。料理チャンネルはもういいよって。ここですね、デザートブルーム行きます。窓はですね、もうスキル取得しているので、星眺めてこう、あ、いいですね。スピーディーですね。オッケー。じゃ、このままですね。スキルがどれぐらいだっけな？6！ ロンリースキル6上がるまで、ちょっと早送りしたいなと思います。あれ、サリちゃんね、ちょっとね、スピーディーなんで、いつの間にかここに戻ってきちゃったんですけど、この太陽、闇の住人ってやつ、これ多分、あ、でも勘違いしてましたね。ちょっともう一回ですね。パワーリセットのちょっとチートコードを打っていきたいなと思います。やり方は、まあ、前回の動画見ていただいたら、やり方は載ってるので、まあ、そちらの方確認をお願いいたします。ちょっとパパッとやっていっちゃいますね。まあ、概要欄に一応チートコードのコマンドだけ打ち込んであるので、そちらの方見ていただけたらなと思います。オッケー、ですね、今、完了したんですけれども、パワーポイントですね。あ、こっちだ。これ、パワーポイントもそうなんですけど、闇の住人、これを取らないといけないってことですね。じゃあ、今間違えましたね。こっちじゃないな。もう一回やります。これ、パワーリセットじゃなくて、弱点をリセットしないといけないんだ。はいはいはい、なるほど。そしたらですね。オッケーオッケー。これで、いけましたね。なるほど。昼間、恐怖症になっちゃうと、ああいう感じになるってことですね。じゃあ、夜間のやつこれ取っても多分問題がないってことですよね。そういうことだろうな、多分。ああ、やばい。これ、ちょっと後で取りましょう。そういうことよ。まあ、またね、問題があればやればいいので、永遠の悲しみと、で、あと、飲み干しベタをしちゃうとダメなんですよね。で、あと3つか。わー、どうしよう。飲み干しベタにするとね、大変なことになるんですよ。規則な眠り、ぐっすり眠ることができなくなる。まあ、ぐっすり眠ることできなくなるを取るか。食べることかな。これで行きましょう。はい。これでゴー。
あ、いいじゃない。これでですね。あ、そうですね。やっぱ問題はあれだったんですね。太陽のやつ取ってたからですね。弱点で。なるほど。で、引き続き空をですね、観察していきたいなと思いまーす。はい。やっとですね。あ、論理学スキルがレベル6になったので、もう帰りたいなと思います。家に帰る、私。OK。株をですね、調べる。株をリサーチしていきたいと思います。で、プラス、ヴァンパイアの、秘密をどんどんですね、こうやって、捜索していこう。あ、なんか雑草生えてますね。草むしりもしないといけないですね。で、あと、まあ、サリちゃん料理をしていただいて、このブラッドフルーツ作っていきましょう。あ、サリちゃん、パソコン壊した！残響。サリちゃん、パやめソコて。ン壊したんです通信。けどって。眠る。残もう、響。いいけど、やめ別て。に。じゃあ、飲んで、ただいま、なんだっけ、ヴァンパイアのサラダ作ってまーす。いいですね。ヴァンパイアサラダ作ってるよってー。ムジピーチ、やっシぱヴェイドァンパイア、ブルー、さすがヴァンパイアですイエス、ね。あ、これ、ナル年ファ、取るとかないんブですね。ズウィフトネベイ、ずっと若者ホのースバケットままユって感ミ、じですね、これ。ソワいいビ、じゃシないロー、の。ロシずっとガ、綺麗なままとか、いいじゃないの。ジャ、ただめちゃネくちゃブ長ル、生きよね。え、ミクイ耳シの、ョウ、その、アお薬入ソれボるゴワの。ヨ、そうでウしェルょ。ナ、ゾルノリセ、ちょっと待って。サ123っブてネ、めっちゃ生きるな。ジェファ、アクシ早く食べて。ーン、あ、どうした？なんかマッドメモってますステファね。ニー・フォルバ、オケネゲーム、マッオモドフ、は、ヌーどうロイ・なサるんだワろうな。あとザ、12フ日ェ経っソたレ・らコ大人にマン、なるんですかね。なんだわ。あ、洗濯物取ってしまいましょう。早いんだ、サリーちゃん、相変わらず。しまって。洗濯物取り入れて。あ、初めて成功したんじゃない？これ、間違えた。食事には呼ばロないールかスギな。ルガ、食事には呼ばないかな。おえ、でも美味しくないってなってますね。普通ってなってるけど。あれ？あ、ダメだ。これも食べ物になるから、サリちゃん食べると吐いちゃうんだ。いや、なんか急にどっか行ったなって思ったら、あ、そういうことだ。ほら、ダメだ。サラダ、おえってなっちゃいますね。あ、そういうことだ。あ、なるほど。急に体調悪くなるじゃん。ちょっと待って。じゃあ、ちょっと、ただいまですね。もう一回ですね。この弱点のリセットをしました。これ取っちゃうと、このヴァンパイアのサラダ食べた時に、はぁ、いてしまうみたいな。いやー、難しいですね。これ。永遠の悲しみとっても、アンデッドオーラ取るしかないかな。これは、これでいくか。これでいいんじゃないかな。こうすれば、多分ね、フルーツサラダ食べる感じ。いやー、なかなか難しいですね。なかなか難しいよ。そうだね。大丈夫な感じですね。これはもうね、さっきの残りなので、全然乾き大丈夫な感じになってきましたね。ちょっとマッドなんですけど、ちょっと修理していただきましょう。パソコンをですね。あれ、なんで映画スキル5を達成するっていうやつ、さっきからね、取れてるんですけど、一向に増えないんですよね。4のままでずっと止まってる。一瞬上がったんですけどね。またバグ？バグ多いな。
修理スキル上がったぞ。で、寝る。これ、雑草取って、お水あげるとかないのかな？すべて収穫。お水をあげるとかないの？ある、全部に水あげる。いいですね。ガーデニングナウ。ニンニクとか別に触っても平気みたいなスキル取ってあげようかな。ほら見て、ニンニク効果で。わぁ。待って。ニンニク平気だよ、みたいな。これをつければいけたわ。関係ないでーす、みたいな。アイコン。ハブリサーチして、で、ヴァンパイアの、情報をですね、どんどん検索していきましょう。で、シムスタグラムもやっていきましょう。確かね。ですよね、注目の新人なので、ちょっとずつね、シムスタグラムやっていこう。あ、完了しましたね。もうこのままずーっとですね、ヴァンパイアの、レベルを上げていきたいなと思います。やった！パワーポイントがですね、10溜まったので、どうしようかな。あ、ミストこれ欲しいんですよね。まあでも今んとこいらないかな。この、群れからの自立、社交の欲求が低下しなくなるやつと、この楽しさですね、富士の喜び。このね、1、2、3、この3つ取りたいんですよね。社交はちょっと、いいかな、これ。これ、取っとこう。で、続けて、まあ、次取りたいのが、ミストの形状と、富士の喜びなんで、あと12取っていきたいなと思います。頑張って、ちょっと、思いっきり、検索していこう。やっぱね、最強のヴァンパイアになりたい。最強の。あ、なんか、食べ物注文しよう。なんか出てますね。ピザー、トゥーピンヨーって。あ、待って。ピザじゃなくて、ロブスターロールと飲み物買おう。カモミール。絶対健康的だわ。来ましたねー。いいですね。あばーすー。マットもね、レベル上げなきゃ。てかマット絶対太ったよね。あなた絶対太りましたよね。まあいいや。おーびっくり、急に来るやんみたいな。あ、サリちゃんね、6来ましたね。もう一個ちょっと取りましょうか。これですね、富士の喜び取って次ミストかな。どんどん、情報をですね、上げていきましょう。このパソコンで情報をこうやって取っていった方が早いんですよね、ここのメーター流れが。あ、ちょうどいいな。ここにいるから、さっさっと食べたら、ですね、魔法。トレーニングを申し出ようかな。トレーニング申し出たら、どっちが上なんだろう。とりあえず、早く食べて。サリちゃんはですね、めちゃくちゃつまらなさそうに、もうほぼほぼパソコン見てないですね。グレー、ちょっと待って、どうなってんだこれ。ちょっと飲み物を、捨てていただいて、なんかめちゃくちゃ怒ってますね、マット。おーい。なあ、どうしたこの髪の毛。どうした、何がついてるんだ、アクセサリー的な。パンさん。なんかいろいろ集まってきましたね。ちょっと魔法。適当に魔法の練習してみましょう。この辺で。リンカいらないで。適当にこの辺で魔法の練習をしてよ。サリちゃん来ましたね。パワーポイント。ミスト取ります。あとは、
まあ欲しいのは、別に感情のこれいらないかな。これなんだ。あ、大衆がね、結構きついんですよ、ヴァンパイアって。次、大衆がいいですね。どうしよう。次、大衆ですね。なんか、お風呂たくさん入るのめんどくさいし。で、またね、引き続き、ヴァンパイア、情報を取って、5上げていきたいなと思います。マートのこと忘れてましたね、アイム。だいぶ真っ赤っかになってきましたね。上がってるのか上がってないかわかんないですね。なんか、ヴァンパイアより上がるメーター遅いような気がする。いい。頑張ってあげてきましょう。またね、なんかマートお腹すいたみたいな感じになってますね。スープでも飲む？あ、サリーちゃん、パワーポイント来ましたね。これ、匂いのやつ取って。これでいい感じじゃないですかね。この辺取っちゃえば。あー、すごい。あ、減少させる。あー、すごい、これ。これいいですね。欲求のこれ。これも欲しいな。よし、それも、これも取ろう。取りたいのいっぱい、みたいな。あ、またね、5を上げていきたいなと思います。まずトイレがやばいですね。トイレ行かないかい？まあいいや、かぼちゃのスープ頼んでからのトイレ行く？トイレ行けない。ハリちゃんもうすぐ来ますね。これパワーポイント来ましたね。いやーはははは。これでいいだろうって。もうあとはね、なんか欲しいのがないですね。今のところは。はい。というわけでですね、今回はキリがいいのでここまでにしたいなと思います。次回はお楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。次回からね、ちょっとずつマットがメインになるような気がするよ。じゃ、またねー。バイバーイ。